V8 バンテージは、イギリスの自動車メーカー、アストン・マーティンが製造している、スポーツカー。アストン・マーティン V8 を参照メインモデルであった、ビラージュのハイパフォーマンスモデルとして1992年のバーミンガム賞で発表され、翌年の1993年に発売された、ビラージュのボディをベースに、イートンコーポレーション製のスーパーチャージャーが2機、装着され、 アメリカのキャラウェイがチューニングし最高出力 558PS6500rpm 最大トルク 76.0kgm 4000rpm を発揮する 5.3LV 型8気筒 DOHC エンジンが搭載されている。トランスミッションにはコレベット ZR-1 に採用された6速 MT が用いられ後輪駆動となっている。サスペンションは フロントがダブルウィッシュボーン、リアがドディオンアクスル。フェンダーが大きく拡大され285、45、ZR18 という太いタイヤが組み合わせられた。0から60マイルパーワー加速は4.6秒。最高速度は時速300キロメートルと、車重を感じさせないパフォーマンスを発揮する。今までと異なり3代目はポルシェ911などをライバルとする。 ローエンドモデルのベイビーアストンであり、歴代バンテージの中では最も馬力が低い。しかし、アストンの中では安価な買いモデルだとしても、日本円で約1500万円からという価格であり、高級車ということに変わりはない。ボディは、アストン・マーティン独自の VH プラットフォームを採用し、軽量化とアストン・マーティン DBQ とパーツの共通化を図っている。エンジンは、 ジャガー XK と同じ V8 エンジンを採用しているが、ケルンの専用工場で様々な手が加えられており、実際ジャガー XK と同じ部分はエンジンブロックの外側の形状のみという徹底ぶりで、共用部分は少ない。さらに、これをドライ散布化することによって低重心化を図っている。内装も、 d b q と似たようなイメージで、まさに d b q の縮小版といった感じだが、d b q は2プラス2シーターの GT であることに、対して V8 バンテージは2シーターのスポーツカーであり、後輪駆動のスポーツカーとして、理想的なバランスを実現している。サンドはハッチバックのクーペとロードスターと呼ばれるオープンカーがある、レース専用車として、 N24 という車両がストンマーティンレーシングより発売されている。N400 を発表。排気量は変わらないが、旧機のチューニングにより、エンジンパワーが 400HP に向上。2009年モデルとして4.7リットルの新型エンジンを発表。420HP、470ナノメートルにパワーアップした。バンテージの名称を持つ車両として、 6LV 型12気筒を搭載するアストンマーティン DB7 バンテージの最高出力に並んだ。2017年11月21日、4世代名バンテージが日本を含む世界6カ国で同時に発表された。エンジンは従来の自然吸気4 7ー v 8に代わり、メルセデス AMG 由来の4ー v 8ツインターボを搭載する。最高出力は 510PS。 最大トルクは685ナノメートル。0時速100 k m 加速は3.6秒。最高速度は時速314キロメートルに達する。ありがとうございます。